あちゃー。はい、皆さんどうもこんにちは、小春です。今日も頑張ってこちらの方で修行を積んでいきたいと思います。そのね、お目当ての石炭ね、取れてないんですよね。困ったもんや。これでね10本も使ったんですよね。ということはやっぱちょっと良くないんやね、この位置っていうのがね。でもな、他にどういうとこな、思いつかへんしな。でもちょっと上の方までちょっと上がりましょうかね。とりあえずこの辺上に持って上がって、上のチェストに直してから、ちょっと上の方で、まあこれ下はね石なんでもう良きでしょう。良きです、良きです。でこの中に入ってる石炭も一旦引き上げ、こんだけやとね、今1スタックと22個でしょ。こんだけやこの程度ではね、あの広い敷地はね湧き潰しできませんね。まあ、確実に無理ですね。全然足らへん。そうやな、せめて5スタック5、6、3、300個ぐらいやね。5スタックは欲しいですね。それぐらいいるんちゃうかな。私ねめちゃくちゃ細かく湧き潰しするんで、で自分の陣地じゃないところもちょっと広めにするんですよ。でないと結局ね、自分の陣地のすぐそばが湧き潰ししてへんかって、モンスター湧いたら横でね、あの爆発されたり攻撃されたりしたらあんまり意味ないでしょ。だからちょっと広範囲で湧き潰しはしたいんで、もう一回ちょっとリベンジします。しつこいでしょしつこく頑張りますよ。1やね、問題は1ですね。どうしよっかな、ちょっとお腹が空いてる。お、嘘やろ。あれこれ何、なんで、あ、こうやったらいいのかな。あ、まだ開けてしまう。こうやったらいいのかな食べてるとこみんな好き。これ59、ちょっとどうしよっかな。かといって、これこのまま突っ切れへんかったもんね。途中止まったもんね、洞窟かなんかで。違いましたっけ、なんかで下がってったんじゃなかったっけ。ただ単純に下がったんでしたっけ。あ、ただ単純に下がっただけか。あー、ほなちょっとここ行ってみましょうか。この横ね、この横を果敢に攻めてみましょうか。外に出たりしてね外に出るんちゃうこれ。でもなんかね、石炭は今ね、今現在の仕様では高いとこの方が出るらしくて、下の方にはそもそも出ないんやね。だからあーダメだ、これきっと外ですね。きっと外だぞ、これは土だらけや。これきっと外やな、嫌やな。あー、暗いままでいてくれ。パッと明るい光が来たらアウト。外でねうろうろして、その高い山とかね、パッと見つけられたら山肌にも山ほどあると思うんですよ、石炭。でもね、それをうろうろする前にここにね拠点を作りたい、万が一の時のために。羊毛たくさんあるんやから、ここで寝ていってね、ここで蘇るようにしていくこともできますけどね。全然そうか、どうしようかな。そうか、あの大量に取れた木使って木炭作る。嫌やな、湧き潰しに木炭って、なんかめっちゃコスパ悪いよね、もったいないよね。あー、ダメだ、外出たね、出た。ほら、明るい。あー、ちょっと待って、上もちゃんと置いとかな。これ外で見た時にね、ここは掘ったんやなって分かりますね。どうしようかな。あ、これを横に行くのは、これはありちゃいます。
これ横に行こうか。もうちょっとあっちの方で、この辺で行ってみましょうか。あ、めっちゃいい考え。これやったらいいんちゃう？うん。でも今ちょっとそこそこ掘ったけど、石炭の背の字もなかったね。でもあるとこにしかないねんな。どうしようかな。いや、ちょっと心折れそう。ねえねえ、結構もう鶴橋ね、頑張って消費して掘ってんのにね。まあ鉄は思ってた以上に取れたんで万々歳ですけどね。いつの間にかなんか鉄フルを目標にすることに変わってたの、自分の中で。全然松明のこと忘れてましたが、石炭取らなあかんの忘れてた。なんかね、ちょっと高価なものにこう気を奪われすぎたね。うっかりしてたなあ。せめてこの銅ぐらいな、鉄さ石炭取れたら嬉しいのにな。銅を石炭に変える道具かなんかないかな。よいしょ。あ、ちょっとでも高い方がいいやもん。これで高い方いっちゃう。どんどんこう見つかったとこ見つかった。今60ですね。ちょっと上がりましたね。でも地面に出たら意味ないけどね。この土が不穏やわ。土出てきたら上なんちゃうかと思ってしまうね。大丈夫かな。外から見たら今どの辺にいるんでしょうね。こう誰か一緒にやってる人がいたら自分の名前がねちょろちょろ動いてるのが見えるんですよ、外からね。だから大体の位置がわかるんですけど、一人でやってたらね、地図とかが、あ、地図あるね。地図で見ればいいのか。どの辺りに自分がいるかわかる。何今の音、こわっ。めっちゃでっかい怪物の声でっちゅうちょー。これどこやろ。ここか。危ない。もうちょっとで水に行くとこやった。あー、すいません、こんなとこ掘るつもりなかったんですけどね。戻します。 S 埋めましょう。せめて下が、ね、ここぐらいまで埋めときましょう。あかんなあ、あかんねえ。どうしよっかなあ。あ、違う、海でしたね。海はダメだ、海はダメですわ。こっち反対側行ってみる。反対も怖いな、なんかもうこうなってくると。どうしよっかなあ。こっちは、こっちのこっちのちょっと掘って、いやーもう闇雲に掘りすぎやね。アリの巣みたいになってる。実際のアリの巣見たことないですけど、いやー参った。モグラさんがいたらケーキとして掘ってくれんのかな。ここモグラほんまに掘るんですかね。土モグラ見たことないな。あ、見たことない生き物多いですよね。なんかうちも今ハムスターをね飼ってるんですけど、ハムスターもね飼うまでね私見たことなかったな。なんかネズミとハムスターどう違うのぐらいの認識でしたね。実際はね全然違うんですけどね、飼ってみると分かるんやけど。大きさも違うし生態系も違うし鉄出てきた。鉄があるということは石炭も出てきてくれへんかな。ポロッと。5スタックの目標はちょっときついか。でもそれぐらいないと、まだ鉄出てきた。それぐらいないとほんまにね、あそこ湧き潰しできひんと思うんですよ。どうしようかな。もう
最悪木炭でやっちゃう。初めてですね、あんなに巨大なところを木炭で賄う。しょうがないか。しょうがないね。ここならある程度見て、ここもなんか地上に出てしまったりとか、そんな感じでね、先行けなくなったらもう諦めて木炭にしますわ。敗北宣言ですね。石炭への敗北宣言。はい、いつかまた高い山見つけて。あー、石炭あった。やったー。ちょっとこのタイミングでツルハシ全部壊れたけど、いや、ちょっとやる気出たな今。折れた心が ちょっと戻った。5本作った すごいね、人のやる気って単純ですね。5本作りましたよ、石炭が見えたことで。よし、これをきっかけにザクザク取れてもらいましょうね。嬉しい。石炭はね、なんか一回見つけると結構たくさん取れてくれるでしょ。塊で見つかるから、それがねちょっと嬉しいですよね。夢ありますよね。音もいいし、ラピスラズリと石炭は取るのが楽しい。レッドストーンもね、こんな感じでね、1回でたくさん取れるんですけどね、同じ音なるし。やけど、ラピスラズリとか石炭に比べて、レッドストーンはね、そんなに私、装置とかも作らないんで、あんまり使い道がない。おー、ちょっと待った。水の中。あー、ダメでした。どうしよう。全部水なんかな。こっちも水かな。一応試してみましょうか。ちょっとね、やる気が出たとこやし、今。ちょっとあそこに土見えてるのが嫌な感じやけど。よいしょ。行ってみよう。水か。横海なんですね。洞窟と海に囲まれてるんだ、ここ。嫌ですね。あったー、石炭あったー、嬉しい。ありましたよ。見てますか、皆さん。石炭ありましたよ。わあ、嬉しい、嬉しい。あ、嬉しいなー。もう嬉しいしか出てきひん、嬉しすぎて。やったー。どっちもちょっと下に行った、今。ねえ、下の方でも出るんやね。今57か。60ぐらいなんかなと思ってたけど。わー、まだある、嬉しいな。ちょっと暗い。嬉しいですね。もうこれ延々ツルハシ4本分ぐらい石炭続いてくれたらいいのに そんな欲張ったこと言ったら終わっちゃった。どうしよう。どうしよう、どうしよう。どうしようかな。こっち側に行くか、あっち行くかで迷うね。ちょっと一回こっち行って。なんせこっちがね、土やからね。なんかあんまり行く気起こらん。土やと地面出そうやもんね。ああ、両方土になっちゃった。あ、でも石炭出た。やった。まさかのスコップが壊れた。うわー、やったー、嬉しい。うわー、よかったー。何で壊した、今。ツールを使い間違えるのはちょっと嫌やね。気持ち悪いね 今、斧で 土掘ってしまった。わあ、嬉しいなー。これいけるんちゃいます？もしかして、このペースでいったら5スタック。夢じゃないかも。やったねー。いけそうな気がしてきました。これでちょっとあそこの聖地の夢にね、一歩近づきましたね。
わあ、嬉しい。嬉しいわ。こっち側は多分海やから、そんなに進みたくないけど。よいしょ。これで今、どのぐらいかな？1スタックと11個。あれ？もっと取った感じやのに、自分では。もう3スタックぐらい取れてるかと思ってた。そっかそっか、そこまで甘くはないか。なるほど。なるほど、なるほど。よいしょ。よいしょ。じゃあもうちょっと行きましょうか。あ、スコップがなくなったよね。スコップ作っておきます。でもスコップを必要とする場所やからな、そんなに。ちょっとこの後ね、あんまり行けそうにないけど、まあ、ちょっと行ってみましょうか。まあ意外と下の方でも出てくれるもんなんやな。59。ちゃんと調べとけばよかったね。なんかね、何回も調べてはいるんですけど、忘れるんですよね。調べた時にはね、全然忘れる気しいんやけどね。一瞬で忘れますよ。うわー、土続くな。あー、砂浜や。もうこれダメですね。砂でできたアウトですね。これ多分、外ですよ。見えへん。しかも夜や。何今の声。ちょっと何の声今の。ちょっと何の声かよく分からへんかった。まず、モンスターが近くにいるため寝れません。上にいたのモンスターってこと？よし、ちょっとね、寝てから行ってみます。そうや。今持ちもん。あ、鉄持ってきてへんか。鉄剣で行きたかったな。どうせやったら。まあちょっと行ってみましょうか。何かがあった。なんか声聞こえた。モンスターの声。誰？誰？いいかな。ちょっとダメージ与えてからにしようか。あかんかな。あかんねえ。嘘。びっくりした。びっくりした。なんか毒食らった。ちょっと心臓がポーンって跳ねた今。怖かった。毒づいてら、毒づかれた。おお、恐ろしい。あ、ちょっとなんかやられてる。多分リンゴを必死になって食べよう。おお、怖い怖い。死んじゃうの？魔法使いの、魔法使い、魔女、魔法使い、なんか分からへんけど、の声やったんですかね。いやー、びっくりした。ちょっと今心臓がね、なんか漫画みたいにポンって跳ねたのが見えました、自分で。なるほど、なるほど。なるほどね。あのラマみたいなやつの声やったんちゃうかな。なんかそんな気してきた。怖いわ。どうしよう。この馬上普通に。あれでしたね。こっち側水やったから、こっち行ってみようか。こっちのちょっと下でもあるかな。あかんわ、こんなとこあったら。ちょっと戻ろう。疲れた。こっち行こうか。これ行こうか。
海やったかな、こっち。じゃあ海反対側や。こっち行ってみます。はあ、ちょっと怖すぎて記憶がなんか、うわ、いつの間にか蜘蛛の目なんか持ってる。蜘蛛なんかつけた覚えないぞ。あれかな、魔女みたいなやつやっつけた時に一緒に蜘蛛いたんですかね。全然覚えてないわ。ひたすら怖かった。はあ、心臓に悪いね。もうちょっと戦う時は戦うモードになってる時のみね。ああ、やっぱりこっち水や。水ですね。ちょっと今戦闘意欲が、こういったとこか。あ、もうグダグダですわ。ダメやわ、びっくりしすぎてちょっと気持ちなえてる。上がったり下がったり忙しいな。はい、どうしようかな。とりあえず戻りましょうかね。もう木炭に頼るか。あ、でもここちょっと掘っていってみようか。ここいくつか掘ってって、ぶつかったら戻ってみたいな感じで。あ、そうしよう、そうしましょう、そうしましょう。どんどん先に進んでいく必要ないよね。ふう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 、そうしよう、そうしよう。何かあるかも。なんで明るいやそこ。あ、さっき掘ったとこか。じゃあいい、じゃあいい、じゃあいい。ちょっとね、2個開けずつぐらいで見ていきましょう。ここで同じように石炭が出てくれたらなんとかね、行くかもしれんもんね。希望が、希望数まで。おー、駆動音がちょっとキーンとするような駆動音が流れてましたね、今ね。いやな、洞窟も海も砂漠も雪山もみんな苦手。普通のとこが好きやな。でもね、なんかね、なんとなくなんですけど、なんとなくなんですけどね、実感的にこの新しい 1.18 のアップデート以降でね、あの森の館をね、あんまり見かけなくなった気がしますね。今まではあのちょっと探索しに出るとすぐに森の館に当たってしまってたんですよ、私ね。運が悪いというか、こう安全な道、安全な道をね、こう自分で選んで歩いてるはずやのに、森の館にね、しょっちゅう出くわしてたんですよ。で、そう思うとこの出くわす率っていうのがガンと下がった気がするな。まだ深い、めっちゃくちゃ遠い、遠くまで行って1回だけ見たぐらいかな。でこのパソコンバージョンではね、まだもちろん全然冒険してないんで見てないですけど、出くわさないで進めば、出くわさないで進んだ方にかね、進む方がいいけど、でもあれ欲しいですよね、なんとかのトーテム。なんかやられても生き返れるやつね。何だっけ、あ、終わった。不死のトーテムか。羽つけて飛ぶやつ。何やったかな、羽つけて飛ぶやつ、何でしたっけ。飛べるようになりたいって言ってたやつをね、つけて飛ぶ頃までには欲しいな。あれつけて飛んでるとね、なんか不慮の事故でね、やられちゃうことが結構私あるんですよ。飛び方が下手くそやから。だから
あれをゲットする頃には1個ぐらい欲しいな。なんかジンジャーマンクッキーみたいで可愛いしね、見た目も。ただくれる人は可愛くないよね。すんごい強いよね。森の館ってなんであんな強者揃いなんでしょうね。恐ろしいわ。一人で制圧なんてできる気がしんへんけど。ねえ、まだ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 先の話ですよ。今こんな段階で行ったら一瞬でリスポーン地点に戻されますからね。まあそんなんもね、ゆくゆくやっていきたいけど、まだまだやな。今はまだ石炭すら目標数に届かず。しまったな、これ松明つけるの逆やな。ね、私反対から今来ましたもんね。こういうことあるんですよね。あ、このここだけややこしいね、逆になってて。またこういうことするから道に迷う。いや、土多いね、ここ。普通に整地してる時と同じぐらいの勢いで土あるやん。まあ、石炭出てきひんな。鉄はあるけど。あ、鉄じゃない、銅か。銅ばっかりね。そのうち銅で建築でもしますか？ しひんね。銅で建築とかしたら色やばそうやね。はい、出てきた。ちょっとね、ここね、ずらっとね、諦めきれないんで、ちょっとやってみます。ね、ここずらーっと、ずらずらずらーっとね、この後ろまでね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、お待たせしました。結局ね、かなり頑張って、1個ね、ここも突き抜けてくるぐらいの勢いで掘りました。で、結果はこんな感じですね。残念ながらね、4スタック、3スタック、5スタックには届きませんでしたね。あ、でもね、結構頑張ったんで、一旦これで脇潰ししてみましょう。あ、ここにもあったね。それでも3スタック足りひんぐらいの感じですね。まあ、よう頑張った方です。 まあ、とりあえずこれで脇潰しできるとこまでやって、足りひん分は木炭をね、作ってやっていかんとしゃあないかなと思ってます。もうね、結構頑張って掘ったんでね。はい、こんな感じかな。あ、いやいやいや、これいるね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も頑張ります。またねー。